秉費。秉費、秉費、民費、民八1851年10月19日から1895年10月8日は、李氏朝鮮の第二十六大王、高宗の日。秋成皇后、明成皇后、明孫泛府、朝鮮王后、秉氏とも呼ばれる。本願は、李強秉氏。孫皇は、高地元清々歌合店。四合は、高地元清々歌合店。 正則成皇后国王の正妃として強い権力を持ったが、新礼君の予言に依存し、世道政治と管理の汚職、そして、岐阜沖の李大院君との権力闘争により、政局を混乱させた。朝鮮訓練隊、朝鮮刑務士などに開花派や、大院君派など貧妃の国政労団に不満を持つ、朝鮮人に加えて、日本軍守備隊。 呂次官警察官、大陸老人らが、木のと羊事変で、王宮内に侵入し、便秘は、慶福宮、関西区内で、宇のりよに暗殺された。死後、高層の父で対立していた、沖きのり大院君によって平民に降格されたが、後に福井している。そもそも本来、便秘とは、便秘の王妃という意味で固有名詞ではないが、近代朝鮮史で、便秘といえば、この、 高層の火を一般に意味する。秉いたスロクの娘として、景気通り衆軍近東面戦学里とに生まれる。陽明は、秋、茶四、とも伝えられるが、明確には分かっていない。秉一族はもともと、中国系と言われ、中国を宗主と仰いで頻繁に訪問し、宮廷から、特権を与えられており、一族の規模も大きく、朝鮮最大の領地を持っていた。同治五年。 1866年15歳の時に、監拓で選ばれた5人の候補の中から王妃に選ばれて王宮に入った。敏秋が王妃に選ばれたのは、すでに父親が亡くなっており、警戒すべき外籍がいなかったこと、大院君夫人が同じ敏氏の出身で、敏氏の娘を気に入っていたこと、神田志王公が豊城上長氏の出身であることから、その外籍を警戒したことなどにより、 大陰君が決定した人選と言われる。その当時の構想は、政治と非には関心を持たず、関心が深いのはもっぱら多数の救助やキーさんたちを、相手にした魚食と酒といった宝刀三昧のみという、不蔓な人物であったとの表もある。構想が愛人であるディ、リナオグルとの間に長子である、カンワくんを設けると、祖父の大院君は喜び、カンワくんを応制し、世継ぎにしようとした。 ビンヒはその子であるり、順州を王政史とするため、総主国である清志に側近を派遣して、賄賂を送り、リを着手として、承認、作法してもらうことに成功した。四次問題などで、大院君と権力争いをしていたビンヒは、皇僧が成人して、申請を取るようになると、同治十二年、1873年、大院君を追放し、 大陰君と、その一派を失脚させた。そして、自分の一族、貧主を交換に取り立て、政治の実権を握った。大陰君は、その後、軽機動洋衆に隠居させられたが、貧氏の存在を国家存続を脅かす者として、政局復帰、貧氏追放の運動を始め、それが、朝鮮末期の政局混乱の一因にもなった。両者の権力闘争は敵対者を暗殺するなど、 熾烈なものとなった。1874年11月には、義兄のビンマスシノギが自宅で爆弾によって暗殺された。ビンヒは大院君の仕業と信じ、シン・アキラ・ヒトシの触覚で長という性のものを捉えた。さらにシン・アキラ・ヒトシは大院君の腹心だったため、簡単には死なないようにする、無謀い拷問の末に告使した。これは大院君の恨みを買い、 双方で暗殺が続いて国内が乱れた。大陰君は自身が国のために貯めておいた国庫を空にする無駄遣いを繰り返す便秘を暗殺のために、便秘によって親族や親友を殺さられた者から暗殺者を募り始める。便秘も、まず、便秘一族の栄達を図るために国家優位の人物よりも大陰君排除に必要な策士を網羅し、 大院君が生命をかけて撤廃した書院やヤンマンの特権を復活させるため彼らを先導し、受者にへつらい、大院君系の人を根こそぎ追放、流刑、死刑にし、書生の改革を破壊、復元、金広志明、おきのり大院君と便廃したとされる。この頃の構想の教師には、自伝の意によりという文言が、 必ず付加されており、上正し王公が背後で指揮を取っていた可能性も否定できない。上位政策を取った大員君が失脚すると、日本は外務省の森山主ゲを不断に派遣して、朝鮮の内情を探らせた。当時の重臣の中には、牧資源の孫にあたる牧刑事などの強硬な開花派がおり、日本と日朝修好条記、高下等条約を締結するなど、 積極的な開花政策を行った。日本から軍事顧問を呼び寄せ、軍隊の近代化に着手したが、従来の軍隊、旧式軍隊が放置され、また賃金未払い問題なども発生し、新式軍隊に対する不満が溜まっていった。そこに開花政策に不満を持つ大院君党の勢力が合わさり、高所8年、1882年、朝鮮の旧式軍隊が、 便秘暗殺を目論んだ、人後事変。その際多くの便秘派用人や日本人が殺され、日本大使館は焼き討ちにされたが、いち早く事件を察知した便秘は、事情を自らの身代わりとして、王宮を脱出し、当時朝鮮国内に駐屯していた、清の遠征前の力を借りて、窮地を脱した。このクーデターを指揮していたとして、便秘と敵対していた。 大院君は清氏に連行され、天津に遊兵された。高層の単願、長考も効果なく、遊兵は三年間続き、帰国が叶ったのは中殺朝鮮総理、交渉通商事よの遠征外と共にであった。この当時の便費は、不動乗りという呪術儀式に熱中し、国庫の六倍以上に当たる金額の国費を伏せにより、浪費している。これは法外な額であるため、 宮廷の役人は民衆から搾取しては競って、瓶費にまかないを送っていた。また庶民が苦しい生活をしている中、毎晩遅くまで俳優や歌手を宮中に招いて遊興しており、気象はいつも午後で、そのため宮中の空気は混濁腐敗していたとも言われる。特に心霊君に入れ込んだため、影の実力者である心霊君に賄賂を渡したり、親戚だと主張する者まで現れた。 性的の団員君が真によって天心に遊兵されると、貧妃は、親日的な政策から次第に、清に頼る時代主義に路線変更していった。そのような状況を見た親日的な開花派の金、玉金らは、貧妃を追放しない限り朝鮮の近代化は、実現しないとして、高所10年、1884年12月に、更新政変を起こした。 それにより一時期政権を奪われるが、遠征外率いる新軍の力によって政権を取り戻し、開花派の政権は三日で崩壊した。1894年、金玉金は、貧費の資格、交渉境により、上海で暗殺され見せしめとして、晒し首にされた。交渉11年、1885年になると、 ロシアの南下政策を警戒し出したイギリスなどを牽制するために進路政策も取り始める。高所二十年、1894年に、交互の民戦争、東学党の乱が起きると新軍と本軍の介入を招き、日清戦争の原因と戦場になった。日清戦争後、勝者である日本側のオス、大院君派の勢力が強くなり、後ろ盾となっていた清志が、 大きな打撃を受けた、ビンヒの勢力は衰退していく。そのためビンヒは、清への時代主義に代わり、深度政策をさらに推し進め、今度は7月6日に、ロシア軍の助力を得て、権力奪還に成功する。この一件後の反ビンヒ派の不穏な動きを指し、反対勢力、訓練隊等の武装解除等を行った。日主義から、親時代を経て、親、 ロシアへと次々に方針を転換したかのように見える、ビ便秘の政策は、まさに大員君への怨念とも言える姿勢で貫かれており、これらが原因で、大員君に代表される、反対派勢力による反感を買うことになる。ビ便秘の動きはビ便秘に不満を持つ、大員君や開化派勢力、日本などの諸外国から警戒され、開国五百四年、千八百九十五年十月八日、 早朝、慶福宮に、日本軍守備隊、領事館警察官、日本人総始、大陸浪人、朝鮮親衛隊、朝鮮訓練隊、朝鮮刑務士らが侵入する事件が発生。その混乱の中で殺害された、木の戸羊事件。死後、対立してきた、大院君によって、王公としての称号を剥奪され、平民に降格されたため、 当初は東九陵の高橋を前に埋葬されたが、後に西座との高寮に移され、さらには、高僧没後は、南洋州市の金谷道に位置する高寮に高僧と彼女の合葬陵として、現在の高寮に移された。便妃と関連の深い事項に関する年表を示す。金達明、皇太子ら致事件では、日本人が火を、痴観したと記述し、角田ふ子。 参考文献から示された、石塚映像報告書を根拠とする実話であるとしているが、本物の石塚書簡には、記載がなく、金によるフィクションであることが判明している。また、同小説には、秘密外交文書伝法435号と称する、架空の文書が書かれ、ここには、便匹暗殺の詳細として、日本の浪人が、秋なり広報の死体を主観し、死体を焼いて、 証拠隠滅したという内容があるとされているが、現物の電報第435号、極飛行機は、中山書記官より、広田外務大臣宛電報、昭和8年10月14日であり、事件と同時代の文書でもなく、また小説に出てくるような記述は一切ない。これまで日韓で、便秘とされた写真は頭にカツラ、くんもりをつけ、かんざしをつけた写真であったが、 この写真は別の写真であることが2000年10月から2003年にかけての三谷のりまさの検証で明らかになっている。この写真を瓶飛とキャプションをつけた最古例は1955年の日本近代史研究会写真図説総合日本史であり、ここから瓶飛とキャプションが付けられるようになった。角田ふ子は瓶飛暗殺朝鮮王朝末期の国母において、 日本人写真誌、村上天心撮影の便秘と言われる写真とキャプションを付け、それを便秘として掲載した。さらに角田は、事件当時の資料では、日本人は誰も便秘の顔を知らなかったと記録されていることについて、下記の新儀集などの論をもとに、日本は写真を持っていたので、それは嘘であるとし、また、便秘の写真は数枚あったはずだが、日本側がほとんど破棄したために、 この一枚しか残っていない、と自説を展開した。なお、別冊一億人の昭和史日本植民地史一朝鮮、1978年、目で見る、李朝時代、1986年では、宮中女官として紹介されている。1987年には、新義州が、映像が語る、日韓併合史において、この写真、便費、 1851から1895年、国王、皇想の皇后として掲げ、以下論じた。新義州はその根拠として、韓国で1976年に刊行された、京愛系、韓国写真誌を挙げたが、韓国写真誌では次のように論じてあった。一方、瓶筆付きの G のように王妃の傍らにいたアンダーウッド、L、H アンダーウッドが1905年、 明治38年に観光したウィズ・トミー・トンプキンズ・イン・コリアの火星ハウスキーピングショーでこの写真が掲載されており、キャプションに清掃の朝鮮人霊場、A コレアン・レディー・イン・ハル・コスチュームとある。また、高層の政治顧問をしていたハルバートが1906年に観光したザ・パッシング・オブ・コリアでのキャプションは A パレス、ウーマン・インフル・レガリア、清掃の宮中女性とあり、 三谷は、ビンヒの側にいた、アンダーウッドやハルバーが、王妃の顔を知らないということがあっただろうかと疑問視した。2001年7月7日、東亜日報で、建国大学の新ポンニョンは、この写真は秋なり皇后の写真ではなく、アンダーウッド女子やハルバートが、王妃の写真としていないことがその理由であるとし、追母の情画を越して、存在しない形を描いたり、想像が行き過ぎたりすると、 それは追母ではなく、むしろ個人を恥ずかしめることになるその代表的な例が、この写真であると述べた。さらに、三谷の調査によって、1904年の日露戦争写真画法、第1巻、博文館ではこの写真を掲げ、宮中の辞書とキャプションをつけていたことが分かった。翌年の同を、第25巻では、宮中の女官とあった。また、1911年の、 韓国併合記念庁、広文社には、宮中のローカンジョアン・ウォールド・ウーマン・イン・ザ・クウリアン、コートとある。三谷はさらに、ロセッティ、カルロ・ロスセッチの1904年の著書、朝鮮と朝鮮人、カー・イー・カー・リーニーに掲載された、宮殿の貴婦人の写真を、人物から切り取られて合成されたと推測する説について、同年に、日本の雑誌に掲載されていることから、違うとしている。 戦前では、便秘とキャプションのついた写真は、日本の資料では発見されていない。1997年から韓国では、便秘肖像写真についての論争が始まり、それに先立って1994年8月23日の、朝鮮日報では便秘を殺害したと推定される、刃物と日本人の犯行自白が、九州で発見され、1995年5月10日同士では、 ロシア人の目撃記録が発見されたと報じられていた。1997年11月12日の朝鮮日報から写真論争が始まり、以降、この写真の服が後方の服ではないこと、19世紀末ガードオーナーの朝鮮では救助の総画が発見され、また、フランスの資料からこの写真の女は天主教信者ではないかなどと報じられた。 2001年7月7日付東亜日報では、この写真審議問題に関連して、当時、写真を撮らせると、魂が抜けると認識カメラ機器と、当時の人間が写真を避けることが説明されるようになり、2004年8月12日付朝鮮日報では、1909年馬産、郵便局化身、便秘はがき発見として、日本人写真誌、 村上天心撮影の瓶飛と言われる写真とは全く別の写真が提示された。2006年にイギリス出身の写真収集家テリー・ベネットが7月25日の連合ニュースのロサンゼルス発記事を通じて再びビンヒの写真論争を提起した。テリー・ベネットはお気乗り大員君や構想が掲載されたアルバムを公開したがその中の一人がビンヒだと主張した。 ソウル大学国史学教授の伊手人は、アルバムの中の便秘推定写真と、おきのり大員君の写真の背景が似ている点に、注目し、おきのり大員君が座った席に座って写真を撮ることができる女性は、大員君と相応の身分でなければならないはずとし、私は、便秘だと思うと主張した。それに対し、明智大学の韓国副職士の、 名誉教授であるチョヒョスンは、写真の女性が着た衣装は、皇后の服装はないとし、便妃ではないと主張した。2003年、従来は便妃のものとされていた、肖像写真について、朝鮮王宮の女官を写したものではないかとする、論説が発表されたり、彼女を名誉誹謗したとして、罰金刑、罪名、死者に対する名誉毀損が、 ソウル高等裁判所から作家金刊賞に下された。2005年9月2日にも金刊賞がその著作の中で歴史上の人物であるビンヒのことを朝鮮を滅ぼした亡国の元凶であり生大公と肩を並べる人物などと評論したことに対してソウル中央地裁から名誉毀損であるとして秉費遺族らへそれぞれ千万ウォンを支払うよう命じられた。 2005年5月、秋成皇后を殺害した者の子孫らを名乗る日本人が秋成皇后が埋葬されている公陵を訪れて謝罪した。事件から110年目のことであった。この時に子孫らは墓地を訪れていた秋成皇后の彦に対しても謝罪の言葉を送ったが、皇后の彦は謝罪を受ける、受けないは自分がすることではない。 政府レベルの謝罪がなければならないと語った。2009年8月24日、テレビ朝日、報道ステーションにて、ンヒの暗殺事件についての特集が組まれた。この特集は、テイヒデオ監督が2005年に制作したドキュメンタリー、110年ぶりの追跡、秋なり皇后外事件をもとに作られた。この特集では、犯人は日本人としており、暗殺事件の犯人は、 朝鮮人によるものであったという目撃証言を日本の工作とした。一方で現場に居合わせた王子、李が国母を殺したのは宇野利義だと国王、皇想が王妃を殺したのは不定の私の部下だと証言したとするこの特集と異なった内容の資料も存在す。2015年8月30日、産経新聞政治部専門委員の野口博之が書いた記事。 米中に小韓国が立ち切れぬ民族の悪い遺産で朴金恵大統領を臨費に例えたことに対して韓国政府が論評する価値もないと論評し記事の削除と再発防止を要求した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。